どうも皆様こんにちは、マストです。さて本日もブロテイトやっていこうと思います。今日やるキャラは、果樹園経営者の農民さんでいこうかなと思います。農民のキャラクター性能、収穫が20アップしてます。波の終わりに 3% 収穫が上がりますよ。アイテム拾うとプラス1収穫上がりますよ。材料はあんまドロップしませんよっていうキャラクターです。農民さん、果樹園経営すると資金力すごいんで、それで今日はやっていこうって思います。で、資金力を得るためにこのハサミ、まあ、果樹園バサミっていうのかな、15秒ごとにフルーツがなるガーデンを出現させる、これを使ってやっていきましょう。危険度は5、いけっかな。ではスタート。はい、農民さんは敵からほらね、全然経験値落ちないでしょ。全然落ちないの。だからとりあえず、ちょっとだけ落ちてるやつ拾うけど、あとは HP をとりあえずマックスまで保って、あ、やべ、木、あ、ダメだった。木があったのに。まあ、っていう感じで、アイテムを取得した時の収穫が上がる。これをどんどん上げていく。そんなキャラ。とりあえず、運上げようかな。はい、運上げて、はいはい、来た。ハサミ。収穫はまだ後ほどで。はい。もうちょっとハサミ欲しいな。あ、ハサミいいですね。ハサミ。リロール。あ、ハサミいいね。あ、次、クーポン一応取っとこうか。はい。じゃあ次のマップへ。まあ、序盤はどんどんハサミ取っていきましょう。ハサミ取ればどんどんこう、フルーツがね、なってきますんでね。この方の収穫が上がります。なんか、エイリアンを撃退しろっつってんのに収穫上げんだわ。よくわかんないよね。でも、豊富な資金力でね、後半めっちゃ強いの、この方。農民とは思えない強さ。よしよし、オッケーオッケー。これでいい？あ、だいぶ上がったね。いいね。じゃあアーマー取っていこうかな。はい。ハサミとクーポンです。とりあえずは、リロールかな。あ、ハサミこれいいです。あ、木いいですね。木。これはすごくいいアイテム。木。はい。リロール。ないかな。よし。では、次のバップへ行こう。これ、どんどん収穫していこう。で、運を上げると、敵がフルーツを落とすようにもなるので、それも狙っていきたいから、なるべく運は、かなり上げておきたいなと。そして、火ダメをあんまりもらいたくないので、ライフスティールとか、なんだ？ HP 再生とか、アーマーとかは育てておきたい。そんな感じ。最後の方で食らうのは嫌だ。食らいたくない。よし、OK。そう、こうやって上がる。いいね。HP 欲しいかな。HP。攻撃スピードか、普通にスピードか。どっちかかな。まあ、とりあえずスピード。はい。ハサミ。リロールかな。あー、これいるかな。あ、買えないからいいや。リロール。あ、ハサミ。いいですね。6。あとは、リロールしとこう。HP 回復のために、これはちょっとロックしておこうかな。はい、次のマップ。どんどん、収穫が育っていけば、どんどんお金が手に入ってくる。できればね、そこでこう、かなりパラメータを上げておきたい。無限もやってみようかな、今回。豊富な資金力の農民さんでしたら無限も難なくクリアできるんではなかろうか。いや、いけるかな。難易度5ってあんまりやったことないからわかんないんだよね。火ダメはもらわない。火ダメはもらわない。やっぱ火ダメをあんまもらわないようにするため、あ、バカもらった。何してんだ、俺。まあ、いいか。じゃあとりあえずスピード上げようかな。移動スピードは欲しい。ああ、近接ダメージも上げとこうか。これは強いからね。とりあえず挟む。回避収穫。まだいいか。まだいい。これちょっといいかもね。これちょっと取っとこうか。
あ、いいですね。まあ、これはすごくいいアイテム。属性ダメージなんか関係ないもの。あ、レモネードは欲しいんです。すごく欲しいんです。これめっちゃ大事。これめっちゃ大事なアイテム、レモネード。はいし。次で取れるか。次で取れるね。はい。じゃあ、行こう。あ、本当は発電機も欲しいけど、まだいらないかな。欲しいけどな。はい、次。はいはい、どんどん行こう。まあ少しずつね、バランスよく上げていければいいかな。でも収穫に踏んなくていいのはいいな。今欲しいのはもうちょっと運上げとかないといけないなと、アーマーと回復手段かな。この辺上げれてればいいね。お、木が出てるから木を壊せ。いいぞ。すごく大事だぞ、木は。あー、まああるね。木壊せ。この少しでもね、少しでもフルーツを取っておけば、後から反映されるから。もう、落ちてるあれとかいらないんだよね、実際に。あ、いいですね。リロールしよっか。ライフスティール、リロール。あー、攻撃スピード欲しい。あ、攻撃スピード欲しい。はい。HP 再生とレモネード。はい。これでいいね。リロール。あ、ハサミ。ハサミはどんどん強くしていこう。ハサミは、ティアを上げることに、フルーツの出現する時間が変わります。ティア1で15秒。ティア2で14秒。どんどん速くなる。速くなればなるほど、お金がいっぱいもらえるっていう話。ハサミ。よし、行こう。マストの実家にもね、こういうハサミあるけどね、こんなにいっぱい持ったことはないね。言ってしまえば、一ハサミにつき一果樹園ってことでした、この人。そうか、そう考えるとすごいな。ハサミを買ったついでに果樹園買いましたみたいな人だ、この人。すごい資金力。ちょっとした富豪だ。さあ、食らわないように。倒さなくても別にいい。実際。別にそんなにね、必要ないんだわ。ただその収穫を上げようっていうところで、敵からで落とされるフルーツが欲しいから敵を倒すだけ。めっちゃ上がるよ、本当に。ライフスティール、収穫2が落ちる。まあちょっと取ってもいいかな。運が欲しい。クリティカル今いる？今じゃない。ああ、まだ 8% のダメージの方が俺はいいんじゃないかなと思うけど違うの。ああ、違うの。あ、素晴らしい。アーマー。これは素晴らしいアイテム。とりあえず、運20上げとくか。これ。はい、リロール。あ、レモネード。これ欲しいな。早いな、出てくるの。合金ちょっと欲しいけど、次回に回そう。レモネードは絶対取りますよ。この辺はいらないか。この辺はいらないね。リロール。ハサミ。もう、ハサミ大好き。よし、次。どんどん行こう。あ、あいつね、なんか物落とす時あるから、倒したかった。あ、食らった。嘘。ダメだよ。そんな食らっちゃダメ。勝手に食らわないで。HP 再生今、あんまないんだから。あ、出てきてる。そういうの。あんま倒さなくてもいいかな。これは。逃げよう。逃げ続けよう。うん、いいね。逃げれてる。別に倒したら、赤いアイテムとか手に入るけど、まあ別に今そんなに必要ない。いや、必要あるけど、欲しいけど別にね。うん。そんなでもない。後でどうせね、豊富な資金力で買えるはず。農民さんは豊富な資金力でアイテム買えるはず。あ、違う、あいつ、そうか、ただの雑魚だ。そうか、浮かして出てくるだけか、あいつ。よし、OK。あ、いいですね。欲しいです、それ。HP アップ。今は HP アップ必要。敵の数下がるのは、どうなんだろう。今は、いいか。敵の数も必要だと思うもんな。あ、素晴らしいですね。運を上げますか。運を上げますか。どうしよう。運上げる？アーマーは大丈夫？
ピードがあってもいい、攻撃スピードあってもいい、近接ダメージあってもいいか。ああなるほどね。じゃあ運じゃないのにしよう。この辺にしよう。じゃあライフスティールにしとこっか。はい、合金ハサミいいですね。リロール、回収範囲上げておこうか。ピックアップ範囲上げておけば、ダメージもらった時の回復が早くなる。これは多分使えるんじゃなかろうか。はい、リロール。あー、ガーデン素晴らしい。ゴリのシャツも一応取っとこうかな、後で。よし、次のウェーブ。いいですね。順調に育っております。あともうちょっと火力欲しいなってなってきてるから、あとは資金力でどうにかしたいところだ。切る。木を切る。木を切る。ハサミで木を切る。なかなかすげえことやってんだ、こいつ。あ、HP 欲しいかも。HP 上げなきゃダメだ、これ。ちょっと HP 欲しいですね。次は HP 行きましょう。あ、結構火ダメもらうな。10もらった、今。HP31 しかないのに10もらったらやばいじゃん。あの突進してくるやつ強いのよ。こいつら強いのよ。好きじゃない。早くいなくなってほしい。残り15秒。あーきついな。できればこういうとこでアイテム回収したくないんだ俺。あー食らった。結構食らうね。結構笑えない、シャレになんないくらい食らうな。アーマーがこれじゃ足りないのか。はい、エンジニアリングは今いらない。あーこれはあってもいいね。取る。どうしよっかな。HP 欲しいな。HP 欲しいなって言いながら、これ取ろう。HP 再生。買うのはガーデンと木こりのシャツは買いましょう。リロール。あー、いいですね。銀の弾がいいですね。あ、これもいいね。シュムーブ。これ何？マシュマロ？これ何？これなんだ、わかんない。まあとりあえずこれは後で買いましょう。次。あー、ライフスティール5。微妙、悩む。悩むけど2つは取ろう。はい、次のウェイブ。あ、いいですね。この雑魚敵ばっかり出てくるやつ俺好きなんだよね。こういう時には稼げる。運がね、もうちょっと高ければもっとね、フルーツ落としてくれるんだけどね。ちょっと足りなかったかな。うん。もうちょっと欲しいね、やっぱり。でも、育てなきゃいけないパラメータいっぱいあるからな。危険度5はすぐ死ぬから。よしよし。いいぞ。あのでかいのは無視します、私。あのでかいのは戦ってるの勝てない。あれと戦ってると、なんか余計に火ダメもらうから、いい、いらない。避けるコツだけせんね。あとはもう、ちっちゃいの戦って、ちっちゃいのからいろいろもらう。その方が、安牌だ。いいですね。いいですね。あ、真ん中に木がある。真ん中の木を倒そう。はい、オッケー。そういうとこ見ないとね、ダメだよね、やっぱね。いいですね。あ、もうそこに木もある。残り、いけるか、いけるか、これ間に合うか。木があるから木を倒す。ナイス。よし。いいんじゃない？いいんじゃない？502は、この段階で材料502はなかなか多いんじゃなかろうか。消耗品から回復する HP マイナス1。マイナス1。マイナス1。2位か。まあ、一回取ってもいいかな。はい。アーマー素晴らしい、これ。赤アーマーなんで取ります。ここどうしようかな。ちょっとダメージパーセンテージも上げていこうかな。うん。はい。じゃあ、先ほどやったようにシュムーブ取りますよ。まあ、レザーベストも取ろうかな。プロペラボーももちろん取ります。運を上げたいからね。はい、次。ハサミ。ハサミいいですね。取りましょう。じゃあどうすか。これを赤にしよう。はい。で、ハサミ取る。後々回避も上げるつもりでいるので、ストライクも取っておこう。一応肥料も取るか。はい、リロール。次。あ、この辺は、次に取ろうね。リロール。ハサミ欲しかったけど、ハサミ出ないね。怪しげなポーションはめっちゃ上がるから欲しい。よし。じゃあ、これをロックして次のウェーブ。赤武器があると何秒に1回なんだ？ 10 秒ごとに。
はあ、10秒ごとにフルーツなってくれるの。ってことはこれで6個もなるんだ。1つのガーデンから。このウェーブは1本あるから。はあ、多いですね。素晴らしいですね。いいですね。大事だね、そういうのはね。あともうちょっと木欲しいな。木を買いたいけど。この果樹園経営者は次、木を狙っております。木を買うつもりです。ああ、食らいたくない。そうだな。やっぱ火力と、ちょっとリーチ短いなって感じてきたかな。もうちょっとリーチあってもいいね。ああ、いや、減る。やめてほしい、マジで。減る、マジで。ゴリゴリに減る。ちょっと今、生存優先にします。よし、何すげえ走った、今何。今の何めっちゃ速かったけど。よし、オッケー、クリアした。ああ、素晴らしい、危険場に、これを取ります。アーマーか。まあ、いいか。はい、リーチがちょっと欲しいかなと思いつつ、HP 回復かライフスティールも欲しいかなと思いつつ、はい。どうしようかな。攻撃スピードと、HP 再生、4。OK。これで、ちょっと回避とかも伸ばしていくか？うん、そうだね。伸ばしていこうか。よし。あ、ハサミ欲しい。リロル。ハサミ欲しいけど、手が出せない。これも、後半は欲しいな。まあ、今はいいか。あ、ハサミ。よく出てきてくれるんだけど、もうちょっと待って。まだ変える段階じゃない。よし、次のウェイブ。火力が足りなくなってきてる感はする。ちょっと火力を上げなければいけない感じがしている。そうだな。ダメージ、近接ダメージ、そうだな。その辺上げなきゃダメかな、もうそろそろ。じゃないと、こう、追い詰められるか？そうか。あと、移動スピード欲しいね。追い詰められてもいいのか、別に。追い詰められてもいいから逃げる時間が稼げればいいんだ。そうだな。いや、めっちゃいるな、敵。あ、どんどんフルーツを食べてしまっている。フルーツを自分で食べてしまっている。農民さん、自分でフルーツ食べちゃダメなんだけど、本当は。売りたいんだけどな。最終的に売りたいんだけど、食べるしかないんだな、もうこの状況。残念だ。あ、食らってる。ダメだ、農民。それは食らっちゃダメなんだ。木を切れ、農民。敵を倒せじゃない。木を切れ、農民。はい。あ、いいですね。これ欲しいです。取る。収穫が465まで上がってきている。なかなかいいですね。移動スピード欲しいんだよね。あ、でも出なそうだから攻撃スピードプラス 15%。 これでいい。はい。でハサミを取って、ハサミを取る。でクリティカルはそのうち伸ばすつもりでいるので、触手も取る。はい、リロール。敵の数を増やす気はない。リロール。あー、素晴らしい。ハサミ。いいですね。ハサミいっぱい。あー、メガネいいね。メガネ欲しい。これはいいアイテムだよね。そうだね。これはいいアイテムだね。マイナスないもんね。で、20上がんだもん。素晴らしいよね。後でこのドクトニックは取ろうかな。エイリアンマジックも、運を犠牲にして取ろうかな。ってことは、さっき上げた遠距離を犠牲にしてスピードを上げようかな。いや、これはいいや。よし。じゃあ次の場合。もうそろそろなんか大軍が来るとか、エリートが来るとか書いてなかったっけな。ちょっと見てくるの忘れちゃった。書いてあるかな？書いてない。はい。まあ大軍かな？この感じは。はい、いいです。そんなもんだったら全然いいです。問題ないです。大きいの嫌いです。突進してこないでください。まだザコが一撃で倒せているから、ちっちゃいやつね。ちっちゃいやつは一撃で倒せてるから、まあそこまで問題視はしてないんだけど、もうちょっとしたら多分足りなくなるよね、こんな感じね。結構厳しくなってきつつある。ダメージ伸ばさないと、さすがに無理か？
もしくは移動スピードだけでなんとかごまかすか？っていうかダメージ結構もらうな。あ、いっぱい食べたフルーツ。畜生。この飲みフルーツいっぱい食べました。ダメージ食らいましたじゃない。この飲みフルーツいっぱい食べました。やめてほしい。よし。これ嫌いなんだよな、俺。嫌い。あお、これは素晴らしい、ホーローポット。近くの敵の動きは遅くなる、遅くなる感じ。いいね。はい。もうそろそろ HP が欲しくなってきている。4、5。この辺でやめようかな。やめようかな。HP しよう。はい。ドクトニックとエイリアンマジックを取ります。で青いハサミ取ります。一応リロール、レモネードは欲しい、エネルギーブレスレットもねかなり微妙か。ただクリティカル率が 4% あるだけか。微妙か。いいか、取っとくか。よし。あ、これはでもいいかもね。醜い派、うん、これは一応ロックしておこうかな。うん、よし。じゃあ次のウェイブ。さて、もうそろそろいい感じに収穫が上がってきてるので、武器が揃い終わったら多分アイテムにすごいお金回せるようになってくると思う。そうなった時に果たしてどこのパラメーターをどのぐらい伸ばせるようになるのか、そこによって最後が戦いやすくなるかどうか。どうか。まあできればね、もうちょっと硬くしたり HP 多くしたりしたいからね。足かせとかね、もうちょっとスピード速くしたら取りたいしね。足かせめっちゃいいアイテムだから、あれ遠距離めっちゃ上がるから、あれ制約ほとんどなしに遠距離がめっちゃ上がるって考えると、あれすごいいいアイテム。あれ早く欲しいんだけどなぁ。てかもうほんと、何ハサミ持ってる農民に向かってこんな大群で来るのおかしくない？あ、うん、そうだよね、結構なんか間違ってるよね。お前らのそのエイリアンとしてのそのプライドはないのかと思うよね。ただこっちハサミ持ってるだけだよ、だって。おかしいよ。燃料タンクはいらないかな。はい。HP 関連ちょっと欲しいです。スピードにします。プラス 9% でかい。はい。あー、16% これでかいんで取ります。赤はね、取ろうと思う、やっぱり。1、2、3。はい、リロール。ハサミー。ハサミー。はい、このエイリアンの目結構強いよね。これは取ろうかな。はい、リロール。ああ、サングラスやばい、サングラスやばいし小爆もやばい。これは大事なアイテム。うん、そうだね、とりあえずサングラス取っておこうかな。これでクリティカル率が 32% になりました。アーマーがちょっと下がるから後でそれを補填しましょう。リロールできないけど、まあこれで収穫一応取っとこうかな、うん、少しでも上げておこう。はい、ウェブ14。あ、ボスがいる。エリートってやつだね、あれね。ちょっと無視しようかな、どうせ勝てないだろうし。まだ火力が低い。あ、もうほんとうざい。あ、移動遅くなってる。へえ、こんなに移動遅くなるんだ、あれって。へえ、そうなんだ。あ、これ火力足んねえよ、やっぱり。これ多分無理だな。農民さんは大器晩成型なんで、ちょっとそういういたずらやめてほしい。やめよう。無理だこれ。そんだったら他にある木切ってた方がまだいいよ。農民の仕事は畑仕事が多いんだから、ダメだよ。そんな敵を倒そうなんて思っちゃダメだ。農民が倒すのはあと獣ぐらいだ。無視よ。あ、めっちゃもらってるダメージ。やめて、やめて、回復して、木を切って収穫してエイリアンを倒すとかじゃなくて収穫して。めっちゃもらってる。はい、オッケー。あ、ガーデン素晴らしい。このアイテムは喉から手が出るほど欲しいアイテムですよ。はい。何あげる？運あげよう。そうだね。あとは、小爆、肥料、ハサミ3。あとは、1個で赤になる。全部赤になる。スピード 4% か。うん、じゃあこっちの方がいいんじゃない？あ、これいいですね。これも取っておこう。軍機。あー、これ次取るね。マスターね。あ、軍機もう一回取ろう。
ライフスタイルを捨てよう。結構ね、あのフルーツの数がね結構出てきたから、回復をフルーツに頼ろうかなって思ってます。なので、ライフスタイル削ってってもいいのかなって。まあ買うもんなければ買うけどね、ライフスタイル取るけどね。やべ、ちょっと待って、もらいすぎ。待って、あいつ強え、あのでけえのやだ、強え、あのでけえの強えんだよな。卵だから破壊しなきゃいけないんでしょ、要するには。あいつ見つけたら、あいつの卵か。ちょっとスピード欲しいな、もうちょっと。卵ある？卵見えません、私。私の動体視力では卵の認識ができません。敵が多すぎます。あ、ちょ、収穫して。頑張って収穫して。負けないで。敵からも収穫して。敵を倒した時に何か収穫できるようにして。木を倒して。HP は保ってる。よし、OK、いける。死なない。よし、終わり。よし。あ、ドクトニックいいね。取るよ。クリティカル率一応上げようかな。うん。アーマー 4! アーマー 4! 素晴らしいです。近接ダメでしょ？ライフスティールでしょ？探すつもりだった。空気ね。はい。あー、来た。スピード、これ、私欲しいやつ。いいですね。で、青武器を、リサイクルに回して、紫を取る。次。一応この後まだ運を上げるつもりでいるから、この辺も取っとこうか。エイリアンマジックは今はいいか。あー、アーマーが上がったから16収穫もあってもいい。よし。よし、じゃあ次のウェーブ。16。あ、だいぶ翼のおかげで素早くなりました。これだったらさっきの発電機取りたいな。発電機来ないかな。発電機が来るとね、突然、ダメージが比較的に、飛躍的に伸びるからね、素晴らしいんだよね。はあ、いいですね。やっぱ移動スピード速いのいいな。ボス戦の時はなんか精密操作を求められるから、いらねえってなるんだけど、雑魚戦の時はやっぱりね、速い方がやっぱ楽だよね。もらわないからダメージ。素晴らしいな、これ。いいですね。いいですね。あと、こっからどこまでダメージ伸ばせるかだな。ハサミで？ハサミでダメージ伸ばそうっつってんのもおかしな話だよ。あー、でっかいのほんとやだ。でっかいのほんと辛い。でも、なんか、うん、火力上がったからなのかな？なんか、殲滅力が上がってるね。なんか、ま、さっきより敵があんまりいないように感じる。HP 再生マイナス1、プラス5。まあ、一応取るか。あ、これいいですね。取ります。ライフスティール4か。一応持っとこうか。こん中で欲しいのは、なし。あ、この 20% 経験値今でもいいから取るかな。この辺取ってみよう。うん、はい。スピードが上がる、クリティ率下がるためね。金属探知機は、あっていいんじゃなかろうか。はい、リロール。マンモス！初めて取るけど、これめっちゃ強いね。え、これめっちゃ強いね。HP 再生5つくんだ。あ、めっちゃいいじゃん、これ。お、取ります。スピードちょっと下がるけど、全然いいよ。後で上げればいいだけだもん。いいね、あれ。じゃあ、スピード上げよっか。あ、スピード上げようか。あ、うんと回避上がるね。これいいね。リロール。はい、はい、はい。もう一回。あー、いいですね、いいですね。この辺欲しいですよ。よし、オッケー。次のウェイ。やっぱもうちょっとあれかな。スピード、発電機欲しいんだけど出てこないな。発電機今取ったって、今、スピードがプラス 22% でしょ？ってことは、ダメージが 17% 伸びるのか。あのアイテムで 5% ダメージが減るから。でもそれにしてもやっぱりいいな。もうちょっとスピード育てて、やっぱ発電機は欲しいよね。あと回避するたびに、ダメージ入るみたいなアイテムも一応持ってるから、まあそういう戦い方もできなくはない。あとは運をもうちょっと上げて、敵を倒した時のダメージと、アイテムを拾った時のダメージ量を上げたいな。
そういうところで手数を増やしていかないと多分勝てないんじゃないかな、このキャラ。いや、そんなこともないか。結構いい火力出てるな、これ。強いぞ、こいつ。さすが農民。迷うね、これ。ガラスの大砲。25% はでかい。めっちゃでかい。アーマーマイナス3もでかい。取る。後で上げればいい。はあ、はあ、攻撃スピードは多分足りてる。運を上げようか。あ、素晴らしい。あ、これ素晴らしい。どうしよう、どうしよう。アーマーか、スピードか。アーマーで、よし、アーマーで、オッケー。いいね。この辺取ります。マイナスがつくけど、まあ、そこは、目をつぶる。あ、この100、これいいですね、エイリアンの目。どんどんダメージ上がっていくね。さっきも取ったんで、次から12発、3秒ごとに弾を撃てるってことね。素晴らしい。あ、これで、これで、これで、赤になるね。はい。持っている1クリティカル率パーセントごとに運に、クリティカル率54だから、運はこれで108溢れるんだ。あ、これちょっといいな。ちょっとどころじゃなく強いな。これ取ればもう運は十分だね。お、素晴らしいじゃない？これで回復打ち食う。はい。じゃあ次のウェイ。まあ、赤武器になってよかった。まあもう俺はもうあれだからね。ああいう奴らと戦わないって決めてるから。もう好きにしてくれ。移動でどうにか逃げていく俺は。もういい。中ボスとかどうでもいい。倒せば赤いのもらえるけど、いや別にいいよ。この人多分赤いのどうせお金で買えるから。出現さえすればね。出現さえすればお金で買えるからいい。大丈夫。あとはどうにか逃げる。俺は。いけるいける。全然いける。あと20秒でしょ？問題ない。そういう戦い方だってある。人には。よしよし、いいぞ。いいぞ。いいぞ。大事だぞ。その戦い方。こういう戦い方も見せていかないとね。このゲームね。多少多様な戦い方できるから、これ。こうやってお金稼いでもいいんだと。というところを見せていく。よし、OK。発射物は追加ターゲット一応貫通します。これ、別にいらねえんじゃねえのかなって前思ってたんだけど、さっきの目のやつ、12発出すよって言ってたやつ、あれも貫通するから、これを取っとくと便利。はい。消耗品から回復する HP プラス2、だいぶでかい。これは取る。HP は大丈夫だからスピードを上げておこうかな。回避ちょっと二の次。あ、HP 素晴らしい。これ12あればもういい。ラッキーコイン。はい。これで運が211まで上がった。ああ、もう十分だね。運は関係ないね、もうね。運いらないね。いらないから取らない。びっくりした。昇爆、これはいるね。素晴らしいアイテム。リロール。マスターも一応取っとこうか。うん。あっていいね。遠距離攻撃がないから、顎ひげはいらんな。敵 10% もいらんな。ああ、おう、いや。傲慢はちょっと、どうなんだろう、これ。いらないかな。いらないよね、多分ね。で、こいつはあっていいのかな。うん。アーマー5上がって、クリ率5上がって、エンジニングスピードが5が上がる。HP 回復とライフスティールがマイナスになる。でもこれは悪くないと思うんで取ります。はい。回避が下がってるから最大 HP これも取ってもいい。はい。リロール。エンジニアリングは今んとこ関係ないからこれ取っていい。はい。リロールできない。はい。じゃあ次のウェーブ。あ、早。足早。発電機来てよ。発電機来てよ。発電機欲しいな。あ、火力まあまあ出てるね、火力。あ、いいですね、これは。快適でございます、雑魚戦。
あとクリティカルか、クリティカルもうちょっと上げれてればいいんだな。あ、すっごい早っ早っマップをこんなスピードで駆け回る農民農民素晴らしい。ハサミを振り回してエイリアンを切り裂いていく農民いいな何これまあ運も高いからね、敵倒した時のフルーツ量も結構まあまあ落ちてるでしょう。いや素晴らしいですね。処理落ちちょっとしてるもん俺プレステで俺のプレステちょっと処理落ちしてる、面白はい、いいですね。はい、これ取るかな。あー、どうしよっかな。いらない、いらない、取るいる、ちょっとメリットのがでかい。そうね、キャンプファイヤーはいらない。ここでちょっと HP 回復かなんかがあった、素晴らしい、これがいいよね。はい、ライフスティールじゃない方がいいな俺。なんかいいのあるかな。なんかいいのあるかな。ないね。ない。いや、あまにしよう。もうこれ以上取っても意味なさそうだけどね。儀式は取ります。エンジニアリング上げてないから関係ないもんね。はい。運はもういらない。213あれば大丈夫でしょ。取る。いや、あっていい。あー、これいいな。これ取っとこうか。ケープ。はい。リロール。あー、サンダー。あ、ちょっと待って。あー、来た。発電機来ました。永続的に持ってる1スピードごとに 1% ダメージ上がりますよ。ここにスピード上がるアイテムないから、このまま取っちゃおうかな。ロックしちゃおうかな。リロールしちゃおうかな。遠距離は一応取っとこうか。リロール。あ、ないね。よし。じゃあ、これ取って。OK。ダメージパーセンテージ 99% と。まあまあ、ダメージが出てきてるぞ。いいぞ。なかなか素晴らしいぞ。なんか気持ち悪いから 100% を超えたい。よし。じゃあ、これでいこうか。次でウェーブ20なんだけど、無限を選びます。どうこれ。いけてる？ボス2匹出んだよね、これね。遠距離ねえから結構あれか、しんどいか。あ、でも火力高えな、やっぱり農民高え、強っ強農民半端な。へえ、農民ってこんな強いんだね。初めて見た。とりあえずこれでボスはクリアしてしまったってことだもんね。危険度5でもやっぱり農民の資金力がやべえってことが分かりましたこれは農民の資金力の凄さが分かる動画。いや、みんながそうじゃないからね。間違わないでね。このフルーツ経営をしてる、こう、侵略者を相手にしてる農民の資金力はやべえんだよ。何言ってんだか分かんねえや、もう。まあ、どんどん行きましょう。さあ、クリア。おう、ナイトゴーグルね、これね。クリティカル率めっちゃ上がるからね、取っときましょう。はぁ。銃弾丸。ダメージ 10% と遠距離10。へぇ。まあ、今回はいらないかな。遠距離キャラ使ってたら使うかもね、これね。今はいらない。はい。HP3。うん。はい、取っとこう。どうしよっかな。遠距離は十分あるとして、火力、やっぱり火力、やっぱり火力が欲しいんで 16% 攻撃スピードいいですね。あ、これいいんじゃない。サイバーボール、これはなかなか使える収穫40上げても意味ねえよな、多分な。もうな、リロール、知恵いらない。攻撃スピード、まあ取っとくか。
小爆ももちろん取りましょう。小爆はめっちゃ使える。金の弾丸も取りましょう。めっちゃ使える。金属探知機も取りましょう。かわいい猿、そうか、今かわいい猿取ってなかったか。へえ、そっか。まあ、とりあえず、触手は絶対いる。かわいい猿も一応取っておこう。触手は取っていこう。触手は取っていこう。よくわかんない。リロール。あとはないか。よし、とりあえず進もう。どんどん火力が上がっていくぞ。お、344、いいですね。今かクリティカル率が、クリティカル率が今 88% ね。これは 100% にできたらいいな。 100% にしたいな。クリティカル率 100% を起こさせて、あとはダメージパーセンテージを伸ばしていこうねみたいな状況がいいよね。やっぱね、一番楽しいよね。農園のこういうハサミでこういうハサミでそんな火力出るんだな。これすごい。いや、面白いわ。さすがこのゲーム面白いわ。ぶっ飛んでるわ、設定が。あ、そっか、もうちょっと木欲しかったんだけど、木取らなかったな。そういえば出てこなかったね。もうちょっと木あってもよかったよね。あと、そうか、フルーツガーデンもか。フルーツガーデンも少なかったな。あと1個ぐらい取りたかったな。まあまあまあいいか、出たら取るけど。わす、でも、え、ちょっと待って、敵の数がちょっと少ないかも。もうちょっと多くていいかも。なんか敵の数少なくてなんかつまんない。すごい上がるな。あー、これはライフスティールを上げるとダメージに変換される、てかダメージも上がるよってやつか。なるほど、これはうまいな。これは取ろう。あー、うん、まあまあまあいいか。これも取ってみようか。エンジニアリングちょっと上がってるもんね。小屋盛りいいね。まあ、ライフスティールはちょこちょこ上げていこう。攻撃スピード上げます。 16% ダメージ上げます。あ、めっちゃ強い。ライフスティールを上げる。エンジニアリングを上げる。最大 HP はこれで固定してもいいが、近接ダメージしか上がらないから手順はいらない。ライフスティールを上げる。リロール。あー、回避、うん、アーマーちょっと下がってもいいか。この辺はちょっと下がってもいいかな。いいですね。どんどん火力が上がっていくのがわかる。素晴らしい。素晴らしく火力が上がっているぞ。リロール。取るものがない。あ、外国か、あ、ポテトだ。ポテトだ。これさ、このキャラたちはさ、芋だって俺説明したんだけど、ポテトと芋は違うの。じゃがいもとポテトは別物なの。色が全く違うんだけど。まあいいか。はい、じゃあ次はこのポテトを取ろう。一応アーマーも取るようにしよう。で、次のウェイブ。ライフスティールがだいぶ上がったから、これだけでも回復取れ、いけるね。だいぶいけるね、これね。うわ、すごい暴力弾の暴力でも勝てるな。すごいな、こいつめっちゃ強いな。敵の方が、え、もうちょっと火力上げて、このでっかいのもワンパンいけてんだもんね。これすごいな。でかいのワンパンいけてるのマジすごい。これはだって収穫がどんどん上がっちゃうぜ。収穫が収穫が限度を超えていくぜ、これ。え、敵もうちょっと増やさなきゃダメだな、これ。うん、だからフルーツの収穫量がちょっと下がっちゃうかも、これじゃ。収穫、そうか、収穫、うん、敵倒しての収穫があんまり少なくなっちゃうとつまんないよね。はいはい、来た。今1086、とうとう1000超え。リサイクル。あ、素晴らしい、これ。え、これあればもう HP いらないじゃん。取ろう。クリティカル率を上げようかな。うん、上げよう。クリティカル率を上げたいな。クリティカル率を上げたい。クリティカル率を上げたい。いい、16% でいい。
でこれを取るとポテトポテト取ると、まあ、全部ほとんど全部上がるからね、これはいいよね。はい、でさっきポテトで上げた分があるからちょっと下がっても問題なし、外国格を取る。これでクリティカル率が 88% で、実際は 100% になったね。これで 100% になったんだ。いいですね。もうちょっとね、火力が上がるように、仕向けたいな。 HP はいらないんだよな、もうな。え、じゃああと何取んの俺。あともう取るもんなくない俺。え、そうか、あと取るもんない。え、嘘、つまんないじゃんそれ、つまんないじゃんすげえ変なになっちゃった。つまんないじゃんこれじゃ。ダメージをもうちょっと上げたいんだよ俺は。532、420、うん、532だね。もうちょっと行きたいな。これだってアイテム取ってもまあまあなダメージ入るし、敵倒してもまあまあなダメージが入ってるんだけれども、これできればな、この農園バサミでダメージ 1000% 超えたい。あ、1000超えたいよ。半端ねえなそれ。このハサミでダメージ1000とか夢だね。いやしかし農民さん強いわ。危険度5でもものともしないわ。強っ。532、半端な、いいな。これどこまでもいけちゃうんじゃないか、これもしかして。この感じでいけば、強っ。はい、あれ収穫下がったの、あれ収穫下がった、890になってる。リサイクル、あれ俺収穫下がるようなアイテム取ったっけ俺。あれそんなイメージなかったけど、とりあえずは、ダメージを伸ばしたいからこういうのも上げていこう。意味ないかな。あ、ポーションいいですね。ポーション取ります。この辺も取ろう。あ、タコさん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 いる、これ HP どんどん上がってるよね。いらないね。だったらこっちの方がいるか。そうだね、こっちの方がいるね。はい、リロール。ルアーフックはもうあっていい、もう多分関係ない。小爆も実際もうそんなに変わんないんじゃないかな。リロール。レモネードはいる医療法もいる。よし次、これ棒立ちいけるぜ多分。あ、強いわ。あ、エンジニアリング上げていくのもありだな。あ、え、今でかいのの突進を止めれてたってすごいな。強っ。はあ、素晴らしいですね。ここまで上がると楽しいね。木は、木はない、木、木を借りたい。え、木ないんだ。木は出てくるもんだと。あ、あったあった。木もね、大事にね、取っときましょう。あい、足が速すぎてようわからん速すぎてよくわかんなくなってきた。これもしかしてウェーブ進むごとに収穫下がってるか、もしかして。とりあえず見てみようかな。どんどん下がってるな。収穫員が655で行ってみよう。収穫が下がってるとしたら、これ以降だってお金が稼げなくなるってことでしょ。敵が強くなるのにお金稼げなくなるってなかなかひどくないこれ。今のうちに鍛えろってことまあどうなんだろう、お金が稼げなくなったら追いつけなくなるよね多分。ダメージどうなんだろう。まあそこまでやるか。そこまでやりたくはないな。収穫がなくなるのか。そうか、でもそうか、
それはちょっと想像してなかったな。まあ、とりあえずクリアすればわかるか。まあでも今この状況だからまあまあすぐに倒れることはないでしょうけれども、けれどもだな、これは。よし、クリア。よし、はい。そうだね、655から80下がってるね。え、そんな下がる？素晴らしく下がるじゃん。へえ。それはちょっとまずい。いやでも80は補えるもんじゃねえもんね。でこれこのままいくとマイナスにいくってこと？ってことだろうな、多分。遠距離取るか。お金稼げなくなると買い物もままならなくなってくるね、これ。次575からね。はい、行こう。80下がったとして490ぐらいか。そんな下がる？マジ？それ収穫が下がっていくって、それ農民さんのアイデンティティ否定してることになるけど、いいのこれ？めっちゃ意味ないじゃんこの人。収穫のない農民なんてもうただの引退したおじいちゃんじゃん。よくないな、言い方。ただのって言っちゃダメなんだよな。ただのじゃない。頑張って引退して頑張、ん？今まで頑張って引退したおじいちゃんだったらいいのか。いや、それだとダメか。じゃあなんて言えばいいんだ。なんて言えば世間体的に認められる言い方、これ。頑張ったおじいちゃん。違う、ダメだな。やめよ。とりあえず、収穫が下がるようでは、続ける意味がなくなってしまうぞ。はい。そうだね、80下がってるね。80ずつ下がってるね。あ、これ強いね。38% 曲がるの？めっちゃ強いじゃん。取ろ。運が上がる。属性ダメージはあってもなくてもいいのよ。まあ、かぶろっか。あ、ポテト。見つけた瞬間にポテト。冗談って、あれに効くのかな？これ。ん？どれだ？どれだ？これに冗談って入んのかな？エイリアンの目。まあ、次。お金に余裕があれば買ってみよう。いや、本当に買い物できなくなってきてる。やばいかも、これ。行こう。28。すごっ。線出てる。すごっ。線出てる、ダメージ。強っ。ああ、そう、え？あれ？今線出てたけど、ダメージ下がったの？ボスにはダメージ別なのかな？あ、そうか。銀の弾丸があるから1000超えてたのね。なるほどね。そうか。確かにそれはそう。できれば雑魚キャラにね、1000超えるぐらいは欲しいよね。そしたら、もう終わってもいいな。これ終わるときってどうなんだ？クリア扱いになるのか？まあ、一回クリアじゃなくてもクリアでも。どっちでも。ここまでいけば。いやー、しかし強いな。めっちゃ強いな。いや、こんなに強いブロテイトやったことないわ。素晴らしいな、あのみ。取る。あ、回避サポ取る。今更だよ。王冠は今更です。いらない。取る。は、いらないかな。あんまりスピードあっても困る。どうしよう。ライフスティールにしとく？ダメージ上がるもんね。長弾を取る。リロール。エイリアンの目を取る。リロール。スーパー工具を取る。え？攻撃クールダウンを 94% 減らすってどういうこと？え？やば。そんなに減るの？行ってみようか、次。
すごい。え、そうでもない。え、まだわかんない。え、撮ってないよね、まだね。そうだね、撮ってないよね。いや、ダメ。ん？クリティカル？ん？下がってるか？クリティカル下がってる？どっち下がってないよね。ああ、白ダメあれか。相手も取ったり、敵を倒したりした時のダメージか。あ、びっくりした。もうちょっとダメージ欲しいんだよな。欲しいな。いやー、もうちょっと砲台も欲しいな。砲台面白いな、いると。これは、もうやることがなくなってしまったブロテイドだな。素晴らしいですね。レベルも上がらんよね、さすがに40までくれば。へぇ、40まで上がるんだ。はい。トゲトゲ弾。まあ、取っとこうか。ネットいらない。クジャクもいらない。12% の回避？回避？まあ、上げとこうか。上げるもんないもんね。スーパー工具を取ってみよう。はい。はい、いいんじゃない？そういうの取ったときどうなるかだよね、だからね。冗談すんのかな？冗談しないと思うけどな、もう。はい。ウェブ30。へえ、こんなとこまで来れるんだな。早っ。あ、敵3体出るようになったの。へえ、そうなんだ。全然負ける気がしないけど、まだ相談すんの。あ、跳ね返ってる跳ね返ってる。今こいつ跳ね返ってった。跳ね返ってる跳ね返ってる。あれ、でも一発しか跳ね返ってない。跳ね返ってるな。え、でも一発っぽいな。跳ね返ったの。跳ね返るの一発っぽいな。貫通はないな、やっぱり。意味ないな、じゃあ。これ以上取っても仕方ないね。どうその。あ、すごい。こいつめっちゃ速い。めっちゃ速く撃つ、こいつ。このタレット。取る。何でも取る。もう何にとっても、あ、もう370しか稼げなくなってきましたね。メガネも取ろう。ああ、もう取れなくなってきたな。よし、次。もうそんなになっちゃうんだな。もうちょっとタレットいっぱい取って、無双というか、そのタレットで、撃っててもらいたかったけどな。残念だ。医療用タレット、ここ。よし。じゃあ、ここにいよう。これ、クリアって、なんのかな？ボス倒したからもうクリア扱いになってる？もしかして、これ。あ。これ、もしかして、あれか？敵を一撃で倒せなくなってきてる系か、もしかして。あ、そうだね。あの、硬いやつはやっぱ一撃じゃ倒せなくなってきてるね。あ、そうだね。え、ダメージ下がってる？敵にアーマーがついてるのか、もしかして。うん、なんか普通になんか、3発4発かかってるもんね。へぇ。俺の火力が下がってるわけではないもんな。うん。それはきつくなってきますね。ああ、きついですね、これは。精鋭兵が出る。はい、精鋭兵どれ？それか。ああ、でもこいつ、変異？へえ、そんなのあるんだ。ああ、はあ、はあ、ああ、こっちにもいる。ああ、3体だよね、やっぱね。棒立ちでも倒せるけどね、まだね。素晴らしいな、こいつ。農民強え。農民代表だな。これは農民オブ農民でいいんじゃないかしら。こんなに強ければ。エイリアンに対してハサミだけでここまで無双できる農民。いや、素晴らしい。かっこいい。
むしろかっこいい。見習わなきゃいけない気がする、この農民を。あー素晴らしいですね。あ、でもダメージ本当に700台に下がっちゃったね。あ、多分本当にあれだ、敵のアーマーがついてんだな、これ。リサイクル、リサイクル。属性ダメージいらない。木今更だよ。ロケットランチャーはいらないかな。アドレナリン、これも今更だな。トトか。うん、特に取るものがないぞ。もう特に取るものがないぞ。次、もうそろそろ終わりだな、多分これ。遠距離もうちょっとあってもよかったか。ああ、うん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 。敵が HP だいぶ高くなってきたな。いいですね。お、めっちゃ減った今。今多分60ぐらい食らったはず。え、そんなに食らうんだね。ああ、めっちゃ食らう、めっちゃ食らう。回復間に合わなくなるんだな、多分そのうち。間に合ってねえわ。めっちゃ回復アイテム取れる。すげえ。まあいいですね、いいですね。あ、戦場を駆け回る農民、いいですね。いらない。いる？いる？どっちでもいい。HP はいらない。いらないんだよな、もうな。特に、もう何もいらないっちゃいらないんだな。あとなんかいる？あ、パンダもいらないな。パンダもいらないよね。これいつ割れるんだろう。これいつ割れるんだろう。おお、嘘。嘘、倒された。なんかダメージ100何歩っていうのが最終的に見えたけどびっくりした。ああそう、ああそうですか。まあ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 、でもまあまあ、でも農民さんがどういう風に使うと強くなるかが見て分かっていただけたんじゃなかろうかなと思います。赤いのもいっぱい取れてるしね。ダメージもまあまあいけてるでしょう。うん、なかなか強かったな、農民。うん、私が思う最強キャラの中の一人かなと思います、農民さん。あとは騒音というキャラなんだけど、まああとは使ってないから分かんないけど、でも序盤から安定してお金を稼げてダメージもパラメーターも伸ばせるいいキャラだなって思って使ってみました。一応クリア扱いになってる、よかった。うん、はい、アンロック条件がきついやつとかもあって、そういうのをやるときに、買い物いっぱいしなきゃいけないっていうものとか条件とか結構あるとき、農民使ってね、アイテム解放する、アイテム使って、条件を解放するっていう手もね、私結構使っておりました。便利なキャラクターです、農民さん。一度お試しいただければと思います。はい、楽しかった。農民の強さに感動した。はい、はい、では本日はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。